4日第6節1日目を行った日本代表ミッドフィルダー本田圭佑の所属するミランはホームで気鋭後と対戦し2対0で勝利した本田は1点リードで迎えた後半33分に今季4点目となる直接フリーキックを突き刺した開幕習勝とースタートを切ったミランだが第3節でユベントスに敗れるとその後2戦は連続ドロー やや足踏み状態が続いているが過去の対戦成績がいい気鋭後に勝利し再び上昇気流に乗りたいところだミランのシステムは433ホンダは3トップの右で先発頂点にはフォワードフェルナンド・トーレス左フォワードにはジェレミー・メネスが入った前半からミランはホンダを中心とした攻撃陣が好機を作り続けた 18分にはホンダのパスを受けたトーレスがシュートミッドフィルダージャコモボナゲンプーラが触ってコースを変えるが左に外れる21分にはディフェンダーアレックスの落としからホンダが左足を振り抜くが右サイドネットに外れる38分には右サイドから切り込んだホンダがそのままシュートを狙うが枠上に大きく外れていった試合を優位に進めながらも 前半をスコアレスで折り返したミランだが、迎えた後半9分、やはりホンダからの攻撃でミランに先制点が生まれる、右サイドを突破したホンダがクロスを上げると、これはディフェンダーにカットに合うが、浮き玉となってこぼれると、ミッドフィルダー、サリー・ムンタリが左足ダイレクトで合わせる、ムンタリが自身のセリエツーさん250試合出場を祝うゴールで試合を動かした。 ミランは追加点も積極的に狙った。後半18分にはホンダにも決定機がやってくる前線に入ったロングボールをディフェンダーイナツヨアバーテがワンタッチで落とす絶妙なボールがディフェンダーの裏に入ると勢いよく走り込むホンダがスライディングで飛び込むしかしわずかに合わずなかなか突き放すことができないしかし今のホンダは止められない後半33分 ゴール前左でフリーキックを獲得すると、ホンダが直接狙う、左足から放たれたシュートが壁を越えると、ゴールキーパーの手を引き、ゴール左隅に収まった。ホンダのゴールは2試合ぶりの今季4得点目となった。なお、1月にミガニ席後、公式戦では初のフリーキック弾となった。ホンダは後半35分でお役ごめん。 このままにタイゼロで逃げ切ったミランは4試合ぶりの勝ち点3を手にした。